日本鹿児島県鹿児島市、小山田町国道3号と鹿児島県道211号、小山田川田加茂線が交差する、塚田交差点、小山田町は、鹿児島県鹿児島市の町名。旧薩摩国日沖郡鹿児島近在、小山田村、鹿児島郡鹿児島近在、小山田村、鹿児島郡意識村大和小山田。世帯数は1169世帯。 人口は2247人。郵便番号は5199番地5200番地5205番地は899-2531、その他の地域は891-1231。鹿児島市の北部、平成の大合併前の鹿児島市域の北西端にあり、大月川の中流域に位置している。町域の北方には、郡山町、東又町、 南方には、犬は間町、石ヶ谷町、日置市住院町地区の山、西方には、日置市住院町中川及び、鹿児島市、西又町、東方には、川田町、南吉町が接している。北西の郡山地域から高月川が、南東方向に流れる。国道3号が東西を通り、国道328号が、小山田町交差点から分岐する。近年は、 鹿児島県道210号、小山田谷山線のバイパス開通などによる交通の改善により、鹿児島市南部方面の交通も利便性が増している。また、南九州西回り自動車道の開通により、国道3号の交通量が減少している。また、大月川にある小山田発電所は、鹿児島電気によって九州地方で最初に建設された水力発電所であり、 1898年に完成、運用を開始した。出力は2 4 0ットであり、かつては鹿児島市電や下意識に所在していた不評第45連帯の兵営にも供給されており、2011年現在も発電が行われている。小山田町内には2013年現在で上、中野湖、上原、名古屋、下。 長吉の六つの町内会が存在している。小山田という地名は、鎌倉木より見え、薩摩国三井院のうちであり、江戸時代初期まで隣接する郡山地域とともに、三井院に属していた。その後は、日置郡小山田村となり、村高は、天保豪町には2097国余り、休校丘陵には1836国余りであったとある。 遅くとも1871年以前に鹿児島軍に移管された。1889年に町村制が施行されたのに伴い、鹿児島近在の一部より石木村が成立し、江戸期の小山田村は石木村の大技、小山田となった。1950年には石木村が鹿児島市に編入されたのに伴い、それまでの大技小山田は鹿児島市の町名。 小山田町に解消された。1993年8月6日夕刻に発生した8.6水害において国道3号が道町内の名古屋付近で大きく陥没ししばらく迂回路が使われていた。公共教育郵便局その他私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。小山田町交差点付近高速道路町域内に高速道路は通らないが、 最寄りのインターチェンジは南九州にしまわり自動車道松本 IC または九州自動車道鹿児島北インターチェンジが最寄りとなる国道県道ありがとうございます